本当に来ちゃったよ。そんなことより温水プールだ。見つからないように用心しようね。私生徒なんだし。その力があれば怖いもんなしだって。クロエすごく楽しそう。ここは彼女の悪巧みに乗ってあげよう。どっちにする？もちろん女子。女子？へえ。温水になってっかな。の電気をつけてよ。ムードを出そうぜ。いい雰囲気にしてどうするつもり？バーカ、いいから早く。この辺りに電気の制御パネルがあるはず。覚悟はいい、マックス。最高、お風呂みたい。お金をみすみす置いてきたことだけが心残りだけどな。まさか突っ立って見てるだけじゃないよな？ちょっと、悔しかったら来いよ。子供なんだから。ジャン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 。出たよ。それは分かってても怖いんだからやめて。サメのショーとかも無理なんだから。次やったら巻き戻して水に沈めるよ。ズルだ。ズルって、それクロエが言う？レイチェルもいればな。夜のプール気に入ったと思う。二人を会わせたかったよ。きっと会えるよ。いろいろあったけど、すべてつながっている気がするんだ。ケイトのためにも真相を突き止める。自殺しようとするなんて。その力がすべてを変えたな。特にマックス自身を。臆病者でうじうじしてたのは昔の話だ。それ褒めてる？うるさい。なんていうか、マックスが力そのものなんだよ。むしろ謎そのものだよ。ケイトの時も急に力を使えなくなったし、ひたすら時間を行き来してるだけ。でも何のために？私の時は使えただろ。あの時はね。でもそれはクロエのおかげで力が覚醒したから。大事なのはこれからどうするか。それにうちらは運命共同体だ。私なしじゃワックスは力に目覚めなかったんだから。そうだね。クロエがいると自信が湧いてくるよ。私もだ。この町もマックスがいれば悪くない。本当に？もっと自信を持ちな。マックスより頭が良くて才能あるやつなんていないよ。レイチェル・アンバーでも？人をレイチェル信者みたいに言うなよ。それにマックスも男子に人気あんだろ。ウォーレンとか。ウォーレンはいい人だよ。いい人？なんだ、脈なしなのか。ううん、ウォーレンはイケてるよ。姉さんから守ってくれたし。でも力のことはまだ教えてないんだ。心配すんな。弱い自分さえ克服すれば何だってできる。クロエと一緒ならね。そんな顔すんな。ずっと一緒にいるから。少し冷えてきたね。
はしゃぐつもりがおしゃべりになっちゃったからな。まあいいか、もう1年分ぐらいプールに入った気がする。でよ、そうしようか。水から出たら凍えるかも。塩素が体中に染み込んだ感じ。薬品まみれの髪も悪くないよ。ありがとう、クロエもね。やばい、急いで。捕まって力を無駄に使わないように。調べるんだ。勘弁してよ。隠れて、早く早く。力を使うか、どこかに隠れるか、あるいはその両方か。どこに行った？おい、いるのか？誰かいるのか？いい加減にしろ。悪ふざけもここまでだ。本気だぞ。こっちで音がしたぞ。さすが私。逃げるよ。待って、逆方向。向こうから来る。別の道を探さないと。ふざけてるぜ。寮に戻る気かよ。見つかったらヤバいぞ。うちに来な。警備主任の家に泊まった方が安全だっていうの？本気？乗って！早く！チャーラー！やったぜ、マックス！私たち最高だ！ドキドキした。この瞬間を忘れないように。笑って、せーの。昨日とは別世界みたい。いい刺激になっただろ。もうゴリゴリ。私、学校やこの町に貢献したいと思ってる。なのにコンテストの写真すら提出できない。
拒絶されるのが怖いんだ。拒絶を怖がってちゃ何もできないよ。提出しろって。クロエが嫌いなこの町と学校のためでも。おいおい、別に私はそういうわけじゃ。ボロクソに言ってたのはここを出たかったから。マックスがいなくなってからずっと。もしレイチェルを見つけてフランクに金を返せてもここにはいられない。昔みたくうだうだしてられたらいいのに。起きようか、そろそろ学校に戻らないと。なんだよ、テストでもあるのか。毎日学校に行くことがテストみたいなものだよ。学生らしい生活に戻らないと。Waving at the taxis, they keep turning their lights off. まず服を着ないとね。 But Julie knows a party at some actor's west side. まだ塩素の匂いが残ってる。 Supplies are in the city. 私のクローゼットから何か探しなよ。では、クロエのコスプレをしようか。ほら、それレイチェルの服が残ってるだろ。サイズも合うはず。でも私っぽくない。贅沢言うなよ。いいから試してみな。いつだって塩素臭い T シャツと地味なデニムに巻き戻せるんだし。ひどい。シャツもデニムも好きなのに。でも試着してみるのも楽しいかも。入ればだけど。言い訳はいいよ。それ着て内なるパンクロック魂を解き放て。失うものなんてないんだから。何でもまずはやってみればいいんだって。例えば私にキスするとか。え、ほらやってみて、キス。マジでやった。フォーレンにメールして脈がないことを知らせてやんないと。まあユリ好きなら別だけど。バカじゃないのキスした時のクロエの顔、まさかって感じだったね。いいよマックス、タトゥーとピアスを出せば立派なパンク娘だ。モッシュ上等、チェケラッチョ。やっぱないわ。下行ってママに会ってきな。朝ごはんだ。私は寝起きの一服してから。誰にも言わないよ。そうしてくれるとありがたいよ。すごくいい匂い子供の頃を思い出すな。おばさん、おはよう。レイチェル。あ、マックス、驚いた。その服ぴったりじゃないか。まあ中身はあの子たちとは違うけどね。で、何が食べたい？卵とベーコン焼いて。昔はよく卵とベーコンが焼けたよって起こしに行ったっけ。そうそう、それで飛び起きてたよ。それじゃあちょっと手伝ってくれるかい。卵とベーコンを持ってきて。卵とベーコンね。いつか空が赤くなっても不思議じゃないよね。鳥さん出てって。ほら飛んで。鳥を外に出してくれるかい。
野菜を食べた方がいいんだけど、はあ、ベーコンは捨てがたい。鶏より卵が先っておばさんの口癖。ありがとう。ここ数年でいろんなことがあったけど、あんたとクロエがまた仲良くなれてよかった。レイチェルが失踪してからあの子は、ああ、その服を見ると思い出すね。レイチェルはいい子だった。ロスで元気にしてるといいけど。私もそう願ってます。だけど。言いたいことはわかるよ。でもいつかレイチェルがひょっこり戻ってきたり、クロエに連絡してくるんじゃないかってね。考えるのさ。こんなこと考えたくないけど、もしかしてレイチェルは何か事件に巻き込まれたのかも。そうだね。捜査番組なんて見るとレイチェルが出るんじゃないかって気分が悪くなる。だから考えないようにしてるよ。クロエが必死で探す気持ちわかるな。マックスったら、あんたレイチェルに嫉妬してるの？え、まさか。引っ越しで置き去りにした私よりいい友達ができて嬉しいよ。バカいいな。クロエと一緒に海賊ごっこをしているのを見たとき、あんた以上の友達はいないって思ったんだ。ただデイビッドがクロエに手を挙げた件、あれを止めていてくれたらね。うん、でも海賊ごっこなんて大昔の話だよ。そんなこと言ったら私はどうなるのさ。あんたまだ18だろ。若いね。私も時間を巻き戻したいよ。そんないいものじゃないよ。さあ、みんなお待ちかねの朝食だよ。そろそろ席に着いて。ありがとう、おばさん。でも、ここにいたら太っちゃうね。嫌味かしら。あんたに会って本当にいろんなことを思い出したよ。あんたの写真には到底及ばないと思うけど。私のお気に入りの写真家もこんな写真を撮るの。デイビッドは幸せだね。あの人も私たちの幸せを願ってる。うまく表せないだけで。やっぱレイチェルみたいにこの服着こなせないな。いつものあんたも素敵だよ。懐かしい。この写真よく覚えてる。そりゃよかった。ウィリアムがこれを撮ったんだ。結局彼の最後の写真になったけど、この後すぐに車で出かけて、そして、うん、そうだったね。ごめん、湿っぽくなったね。そうだ、この写真をもらってくれないか。この頃のクロエは明るくて生き生きとして前向きで、今とは全然違う。本当に幸せなあの子を見たのはこの日が最後。私の悪口言って盛り上がってたんだろ。自意識過剰だよ。ちょっとクロエ、朝から喧嘩を売るんじゃないよ。さっさと食べな。時間を稼ぐからガレージに行って。何をこそこそ喋ってんだい。こっちの勝手だろ。
この家にプライバシーってもんはないのかよ。聞いただけじゃないか。何をそんなに怒るんだい。あの、お手洗い借りるね。なんだよ、味方してくれないのか。まったくこの子は。いいから少し落ち着きなさい。うるせえよ。デイビッドのパソコンを調べないと、絶対何か隠してるはず。パスワードがかかってる。クソオヤジじゃないよね。何か手がかりないかな。もうプロポーズしてるようなものだね。これがパスワードかも。やった。私ハッカーの才能あるね。うわ、得だね。レイチェルはフランクと付き合ってたんだ。でもどうしてデイビッドが気にするの？尾行してる暇があったなら助けられたはずなのに。何これ。気持ち悪い。クロエに知らせなきゃ。悲しむだろうな、というか怒るだろうな。うまそうだな。あら、なんでこんな時間に？事件の調査で徹夜明けだ。仮眠を取りに来た。何があったの？クズどもが夜のプールに押し入ったんだ。まったくどうなってんだこの学校は。調子に乗った生徒しかいないじゃないか。生徒の仕業だって証拠はあるのかい？他に誰がいる？証拠はすぐ揃う。やっぱりここにいたか。レイチェルの服なんか着て何のつもりだ。誰の服かわかるんだ。何が言いたい？お前もクロエも偉そうな口を聞きやがって。やめてデイビッド、生徒を脅さないでちょうだい。それだけじゃない。学校に監視カメラまでつける気なんだろ。いい趣味してるぜ。やめろクロエ、それとこれは別だ。私が悪いっての？自分のことは棚にあげやがって。いいかやめろ、黙れ。私が退学になったとき負け犬呼ばわりしたよな。負け犬はどっちだよ。レイチェルとケイトのことだって調査どころか迷惑しかかけてねえだろ。私見たんです、ケイト・マーシュが苦しんでた時、あなたは助けるどころか脅しましたよね。あなたにとって生徒は全員容疑者なんでしょ？ネイサン・プレスコット以外は。生徒も先生も誰もあなたをよく思ってない。その上クロエまでぶって。仕事だけじゃなくて周りのことも考えたらどうですか？クロエが問題ばかり起こすからだろう。それが家族や学校のみんなを監視する口実？じゃあなんでケイトとレイチェルの写真を持ってるんですか？なんだって？それは本当かいマックス。ちょっとデイビッド、なんでそんなものを持ってるんだい？一体どういうことなのさ。お前らにどうこう言われる筋合いはない。このクソガキどもが。ちょっと落ち着きなさい。お前まで逆らうのか？そうだ、女ってやつはすぐに結託しやがる。まったく冗談じゃない。デイビッド、ホテルにでも行って頭を冷やしたらどうだい？俺を追い出す気か？ここは俺の家だぞ。いいや、ここは私の家だよ。名義も私だ。他に言うことは？言っても無駄だろう。多勢に無勢だ。良い一日よ。クロエ、もういい。黙ってな。おばさん、デイビッドを責めたことで私を嫌いになったかな。さっきは感動した。巻き戻して取り消すなよ。